ゴルゴダ星におびき出されたウルトラ兄弟はヤプールの罠に捕らえられてしまった。このままではヤプール操るエースキラーに命が吸い尽くされてしまう。貼り付けにされた4兄弟を救うのだ。攻撃力、ウルトラ兄弟の力を吸収したエースキラーは凄まじい強敵だ。エースよ、急げ。ウルトラ兄弟は残されたわずかなパワーをエースに集中した。ミッション成功。遥か彼方の海王星、ウルトラ兄弟に倒された怪獣たちの悪霊が結集し、最強最悪の怪獣が誕生しようとしていた。頭はシーゴラス、腕はバラバ、胴体はベムスター。暴君怪獣タイラントの誕生である。パトロール中に異変に気づいたゾフィーは、地球に向かおうとするタイラントを阻止するため海王星に向かった。
ミッション成功。